新田元気は、香川県高松市出身の元プロ野球選手。小学校3年でソフトボールを始めると、八島中学校時代に、軟式野球へ転校。高松商業高校では、保守県投手。3年時に首相を務め、夏の全国高等学校野球選手権、香川大会でベスト8まで進んだ。中央大学への進学後は、当初は打撃を生かして、 指名打者やガヤで出場。4年時に春秋連続で東都大学リーグのベストナインに選ばれた。在学中にはリーグ戦通算で80試合に出場。打率266、3本塁打、32打点という記録を残した。大学時代のチームメイトに亀井義幸がいる。大学卒業後の2005年に松下電機へ入社。当初は 外野手だったが、すぐに、正捕手に定着する。同年の、第32回社会人野球日本選手権、大会決勝の延長11回に、斉藤晋介から、中越えさよならだを放った。2008年は、DH として、社会人ベストナインに選出された。2008年の NPB ドラフト会議で、東京ヤクルトスワローズが5巡目で指名。契約金3000万円。 年俸1000万円という条件で入団した。2009年には、イースタンリーグ公式戦38試合に出場。打率、241、5本塁打を記録したほか、フレッシュオールスターゲームにも、同リーグ選抜の一員として出場したが、一軍公式戦への出場機会はなかった。2010年には、8月26日の対、横浜ベイスターズ戦球会裏に、 代打で一軍公式戦デビューを果たすと、一軍初安打を左翼への二塁打で記録した。一軍公式戦には、通算で6試合に出場。打率、333でシーズンを終えた。2011年には、イースタンリーグ公式戦39試合の出場で、打率、183、0本塁打と振るわず、一軍公式戦への出場機会はなかった。 2012年には、一軍公式戦8試合に出場。9月15日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、藤江人志からの二点的時代によって、一軍公式戦初打点を記録した。2013年には、一軍公式戦で入団後最多の14試合に出場。5月15日には、7番、星として、対埼玉西武ライオンズ戦に、 スタメンで出場すると、7回裏の打席で1、軍発本塁打を、牧田和久からの2点本塁打で記録した。2014年には、イースタンリーグ公式戦49試合の出場で、本塁打0ながら打率、352をマーク。1軍公式戦への出場機会がないまま、10月1日に、球団から戦力外通告を受けたが、周期キャンプから、 打撃投手へ転身した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。2015年以降も打撃投手やブルペン保守を務めていたが、ブルペン保守であった2017年に6月24日付で育成選手契約を締結。レギュラーシーズンの開幕から故障者が相次ぐチーム事情を背景に、 イースタンリーグ公式戦へ出場できる選手の不足に伴う暫定措置ながら3年ぶりに現役へ復帰した。なお、背番号についてはブルーペン保守時代の104を引き続き着用する。イースタンリーグ公式戦には3試合出場し10月3日に球団から戦力外通告を受け再びブルーペン保守に戻ることとなった。 10月31日付で自由契約選手、公示された。ありがとうございます。